さあそれでは両チームのメンバーを見ていきます。まずはホームの栃木です。こちらは前節からスタメンを2枚変更して今日のゲームです。ゴールキーパー川田、スリーバックは鈴木、カルロス・グティエレス、大森の3人です。中盤のセンターに佐藤翔とキャプテンの西谷、ウイングバック今日は右に大島です。そして左に森、最前線小堀の背後に十勝と八千田というメンバーです。一方でアウェーの岡山です。こちらは前節と同じスターティングメンバーです。ゴールキーパー梅田、最終ラインですが川野、柳、ヨルディバイス、徳本の4バックです。アンカーの位置に本山が入って、インサイドは河合と田中、前の3枚ですが右に宮崎、最前線ミッチェル・デューク、そして左にチアゴ・アウベスというメンバーです。宮崎がもらいに行きますが、その後ろ、ここで宮崎コントロール、そのまま中入っていって横パスうまく剥がして右足とシュート、最後は田中のシュートです。宮崎選手うまくこう、はい、流しましたよね。であとシュートもコントロールから1人かわして、この1つ目のコントロールでうまくかわして、そのままシュートまで持ってきましたよね、はい、柳中央じりじりとゴールに近づく素振りを見せてファーに流れました。ニアサイドへ、その前で合わせてきました。ただその前にはすぐにヨルディバイス、後ろからのサポートはトカチ、小堀は持ってトカチを経由、遠目から狙ってきます。少し距離はありましたけれども打ってきました。トカチです。中央少しスペース空いたところ、河合が広げて後ろから川野、中への折り返し、ミッチェル・デューク右からのクロス、今度は頭で合わせてきました。十分相手がミスしてくれるので、はい、あまり無理しなくてもいいんですよね。ああそうですか、はい、だこういうところですよね。これをどうやって栃木が持ってこれるかなんですよね、はい、から西谷のシュート、まあ、ここはコースが少し難しい状況の中、フィニッシュまで持っていきました西谷です。簡単に出すところでミスですよね。でこれ戸上選手、これもっと早くかけてよかったと思うんですけど、これ西谷選手、この一つ目のタッチが外に流れたことによって角度がなかったですね。一つ目の持ち出しのところですね。そうですね。ですから、まあ、岡山の選手があそこで、はい、あのぶつけられたら困ると思いながら柳選手が入ってますから、はい、バイスが狙ってきました。阿部岡山先生、後半の立ち上がりフリーキックバイス、ヨルディバイス選手今のうまいですよね。後ろに助走を取る風に全員が動いた時にちょっと一人だけ早く動きましたよね、はい、その分だけ栃木の選手たちが準備をしてませんでしたよね、はい、左サイドから八千田も出てきます。運ぶ森、八千田を使う、さらに前で小堀要求していますが、八千田かわして右足のシュート、これは枠を捉えていましたが梅田ストップで引きつけて最後外ですよね。デヤジア選手を狙って、で中を見ながら一つ切り返してそのままシュートですよね、はい、で裏を狙った宮崎、その前のミチェル・デュークは反転して前を向く、宮崎来ました、中にチアゴ・アウベス、宮崎の折り返し、田中が来た、右サイドの折り返し、最後は田中頭で合わせてきました。そうですね、これはミチェル・デューク選手のこの体反転してのコントロール素晴らしいですよね、でこの宮崎選手もこれスピードで抜けてきて、はい、ここで取り返します田中、中へのクロス、合わせチャンピス、こぼれ球シュート、ファーサイド流れたところに反応しましたジャゴ・アウベス、サポートあって徳本、左でクロスが入るジャゴ・アウベス、レイダーとこの2度目なんですけど、うまくこれ、さらには黒崎、これ前に出ます木村、そのままこれはもうコーナーまで行くか、キープしたところでここで試合終了の笛です。0対1アウェー岡山勝ちました。これでですから開幕3試合負けなしということになります。そして今シーズン初のクリーンシートということになりました。